タイムトラベルの現象、そしてタイムトラベラーの末路とは。ようこそ、ナビゲーターのルカです。60年後に戻ってきた少年トーマス・ジョンソン君は、ニューヨークの農場で両親と暮らす10歳の少年。幼い頃から農場で友達と遊ぶことが大好きな男の子でした。しかし一つだけ、父親からそばに近づくことを禁じられている場所がありました。それは家のそばに広がっている人の手で作られた湖でした。トーマス君が湖の近くで遊んでいると、父親が湖には絶対に近づくなと警告するのです。父親はトーマス君が溺れる心配をしていたのでしょうか。実はそうではありません。父親は動物が湖に行ったまま戻ってこないという不可解な現象を経験していたため心配していたのです。しかし幼いトーマス君は父親の警告を気にせず、1912年7月、友達と湖に遊びに行きました。トーマス君と友達は湖にどんどん近づいていくことに。すると友達が目にしたのは、突然できた大きな渦。一体どうなっているんだろう。好奇心旺盛なトーマス君は渦をよく見ようと近づきました。その途端、トーマス君は渦に巻き込まれ、水中にそのまま消えてしまいました。友達は慌てて父親を呼びに走りましたが、もう間に合いませんでした。父親が湖に入った時には、そこに息子の姿はなかったのです。父親が警察に捜索願いを出し、大規模な捜索が始まりました。警察は何週間も探しましたが、トーマス君はどこにも見つかりませんでした。責任を感じた父親は、時間が経つにつれてますます自分を責めるようになりました。ただ息子を思い出すためだけに、悲しみに打ちひしがれて湖のそばを歩くことが日課となります。トーマス君が見つからないまま月日が過ぎること60年。もう彼のことは忘れられかけていたところへ、1970年7月に思いがけない出来事が起こりました。この年に91歳となった父親は、いつものように息子を思いながら湖のそばを歩いていました。彼はふと湖に渦ができているのに気づいたのです。60年前に息子の友達が話していた渦と同じです。遠目から眺めていると、なんと水面に中学生くらいの少年の姿が。父親はすぐにこの男の子が誰だか分かりました。そう、忘れられない息子のトーマス君だったのです。男の子は父親を不思議そうな顔で見つめながら、父親と少し会話をすると、トーマス君はこの老人が自分の父親であると認識しました。そして父親もトーマス君が15歳の少年に成長していることを知りました。警察はトーマス君が戻ってきたことを知ると、トーマスという名前の老人の財産を乗っ取ろうとする詐欺師なのではと疑いました。しかしその疑いはすぐに晴れることになります。警察はトーマスについていくつかの質問をし、少年は正しく答えました。しかも指紋を採取して確認したところ、1912年に失踪した男の子のものと一致したからです。父親は長い年月を経て息子が戻り、自分の目の前に立っていることが信じられませんでした。しかも60年も経っているのに、息子はたったの5歳しか年を取っていないのです。動揺していたのは、実は当の本人であるトーマス君も同じことでした。失踪してからトーマス君にとっての5年間、実際は58年間に何があったのか、そのことについて彼は全く説明できなかったのです。なぜ58年後、彼は68歳ではなく15歳の少年として戻ってきたのでしょうか。神隠しにあったのか、それとも目に見えない次元の入り口に入りタイムスリップしたのか、タイムポータルを通って地球よりも時間がゆっくり流れる場所へ旅していたのでしょうか。あまりに謎だらけの現象は立ちどころに話題となりました。遠いところからわざわざ2人の元を訪れる人々が相次ぐ事態となったので、親子は住所も身分も変えたそうです。結局トーマス君は5年間自分がどんな世界にいたのか、そこで何を見たのかを
誰にも明かしませんでした。私たちとしては気になるところですが、父親にとってはもはや関係ないことでしょう。60年ぶりに息子と再会できたのですから。タイムマシンの開発に挑戦した青年。マイク・マーカムは電気工学を専攻している21歳の青年。友達と比べても頭脳明晰な学生でした。彼は1995年初頭、電気工学の知識を生かしてミズーリ州スタンベリーの自宅裏でタイムマシン作りに挑戦しました。理由は単純、宝くじを当てたかったから。そのためには未来の宝くじの当選番号をどうしても知る必要があります。学生で大した道具も持っていないため、マイクは容易に入手できる身近なものを利用しました。2極のワイヤー間の空気抵抗を減らすため、CD のレーザーを使ってみると、連続して電気スパークが発生。この見た目から、マイクは自分が作った装置をヤコブのはしごと名付けました。ヤコブのはしごをいじっていると、円形の熱の渦のようなものができたので、ネジを投げ入れると、奇妙な現象が起こりました。ネジが空中で消え、1秒後に数メートル先に再び現れたのです。ネジは時間を移動したのでしょうか。もしそうであれば、タイムマシンを作るためにはより大きなパワーが必要です。マイクがさらにテストを重ねると、あろうことか装置が燃えてしまいました。それでも彼はめげず、別のマシンを作ることにしました。今度は大きな変圧器がいります。新しい変圧器は値段が高くて買えません。何としてでもタイムマシンを作りたかったマイクは、地元の工場から大型変圧器を6台盗むことに。しかし1台 130kg もある変圧器を何とか運んだは良いものの、彼の実験はまたもや失敗してしまいます。代わりに近所一帯で大停電が起こり、送電網を数時間停止させてしまいました。事態はさらに悪い方に発展。警察が令状を持って彼の家を訪れ、変圧器を盗んだ容疑で逮捕したのです。公判中、彼は自分の計画について語りました。研究所の資金を得るため、宝くじの当選番号を調べようとしていた。これからは隠さずにタイムマシンを開発したいというものです。裁判官はこれを聞くと、マイクの情緒に問題があると判断。刑期を必要最低限にとどめました。彼が刑務所で過ごした2ヶ月間の間に、彼は有名になり、多くの人が彼に興味を持ちました。出所後は超常現象をテーマに扱うラジオ番組、コースト・トゥ・コーストへのゲスト出演を依頼されます。彼はインタビューの中で、もう違法にタイムマシンを製作したくない。合法的に作るためには資金が必要だと話しました。彼が自分の電話番号を伝えると、設備と資金を提供してくれる支援者が何人か現れました。支援者の助けと寄付により、次のタイムマシンは以前よりも強力なものになりました。元のエンジンはキロワットで動作しましたが、今回は3メガワット用に設計。またマイクはアメリカ軍がフィラデルフィア実験で使用したものと同様の回転磁場を設置しました。回転磁場の方が効果的で効率的なのです。ですが、リスナーの多くはタイムマシンはデタラメだと嘲笑しました。こうして、そのうち彼の存在も忘れ去られることになります。ところが数年後、あるリスナーから彼のその後について尋ねる電話がかかってきました。それでホストがマイクに電話をかけましたが、一向につながる気配もしません。マイクは1997年以降、誰とも連絡を取っていなかったのです。いえ、誰もマイクと連絡を取れていないのかもしれません。マイクの友人によると、彼は最後の実験をすると宣言した後、消息を絶っているといいます。別のあるリスナーがこの話に興味を持ち、ラジオに電話して彼が聞いた奇妙な話を語りました。それは次のような話です。カリフォルニアの海岸で1930年代に男性の遺体が発見されました。男性は奇妙な金属製の筒の中で圧死していました。遺体から素性は判別できませんでしたが、そばには携帯電話のようなものがあったのです。1930年代に携帯電話はなかったはずですよね。それでは
ないはずの携帯電話を持っているこの男性は誰なのでしょうか。実はマイクが2度目にゲスト出演した際、もしタイムマシンが完成したら何を持っていくかと質問されたことがありました。それに対してマイクは携帯電話だけを持っていくと答えています。加えて彼は本物のタイムマシンの完成まであと30日だとも明かしていました。このことからマイクは過去にタイムトラベルしたのではと推測されました。そして何らかのことに巻き込まれて圧死してしまったのではと。ところがマイクは再び姿を見せることになりました。それは2022年2月ネット上でのこと。マイクは超常現象フォーラムで1930年代に移動して死んだなんてことはないと否定。金銭的な問題でハワイに引っ越したがなかなか馴染みづらいと感じたためオハイオに戻っていると明かしています。マイクにしては珍しい発言であるためユーザーたちは本物のマイクであることを証明するよう求めました。ただ彼は何の証拠も出していません。ここまでタイムトラベルをしてきたと思われる人々についてご紹介してきました。ここからは実際にタイムトラベルをしてきたと主張する人々をご紹介します。彼らはどの時代に生き何を見てきたのでしょうか。一緒に彼らの話を聞いてみましょう。ロサンゼルスは西暦5000年に沈没する。どこからともなく現れた男性エドワード、彼は自らをタイムトラベラーだと名乗りました。そして顔を隠し声を加工することを条件にインタビューに応じます。彼はこう語りました。西暦5000年に見たこと、観察したことをすべてお話しします。エドワードの話によると、彼は2004年に極秘プロジェクトに参加し3000年後の未来を旅したそうです。彼は西暦5000年の世界に到着すると木星の台の上に降り立ちました。西暦5000年なのに木星？皆さんは不思議に思われたかもしれません。木星の台なんてまるで昔の世界みたい。ですが西暦5000年の時代にはすべてのものが木で作られていたといいます。エドワードは未来でもロサンゼルスにいました。現在と唯一違う点はというと、彼は沈痛な面持ちでおもむろに写真を取り出しました。そして最も興味深い情報がこれです。沈没した街の写真です。画質は鮮明ではないものの、写真に写っているのは水没したロサンゼルスの街の姿。地球温暖化の影響で氷床が溶け陸地が沈み、その時代に生きている人々は獣人化したのだとか。すべてのものが木で作られているのは、未来の人類は巨大な木のプラットフォームの街で水に浮かびながら生き延びているからという理由。この文明は5000年までに終わりを迎えたそうです。あれほど栄えているロサンゼルスが西暦5000年には沈没してしまうなんて、絶望的な表情を浮かべている皆さんの顔が思い浮かびますけれども、こう思っている方もいるでしょう。いやいや、エドワードという男性は本当にタイムトラベルしたのか。写真がタイムトラベルの証拠だというが、加工した偽物の写真なのではないかと。物理学者たちも千年スパンのタイムトラベルはフィクションの中でしかありえないと言います。ところが自身をタイムトラベラーだと名乗る人々は後を絶ちません。今度は未来からやってきたというタイムトラベラーが現れました。2030年からやってきたタイムトラベラー、ノアという男性が2018年、自分は2030年から来たタイムトラベラーだと名乗りました。彼の姿は動画でも公開されています。彼は未来の政府の秘密工作員であり、メキシコの麻薬カルテルを阻止すべく現代にやってきたのだと自己紹介。彼によると、チームの一人が間違いを犯したことでグループ全員が解雇され、2018年から抜け出せなくなってしまったそうです。そんな彼は2018年の世界に滞在している間に未来のことやタイムトラベルのことについて詳しく語っています。例えば来る大統領選挙ではドナルド・トランプが再選すること、トランプ後の大統領は誰かという名前は明かしませんでしたが、未来のアメリカ大統領には
マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの孫娘であるヨランダ・レニー・キングが就任するといいます。エリザベス女王が亡くなること、韓国とアメリカの間で戦争が起こるという予言もしました。またインスタグラムの利用者は将来的にいなくなりますが、フェイスブックとスナップチャットの人気が高まるそうです。さらに生まれてくる赤ちゃんの遺伝子を改造できるようになり、特定の遺伝病を防ぎ望み通りの赤ちゃんの姿にすることができるようになるとか。ノアは現代人の質問にも答えています。ある人が地球以外の惑星に人は移住するのかと尋ねると、彼は科学者が火星に住むだろうと回答しました。何でも知っていそうなノアですが、彼については不思議な点がありました。それは彼の見た目。彼は50歳だと言いますが、どう見ても25歳程度の見た目をしているのです。何が彼の老化を抑えているのでしょうか。その理由は彼が持っていた薬にありました。ノアは最後に彼が実際に使ったアンチエイジング薬を紹介。時間移動中に年を取らないよう薬を飲まなければならなかったと言います。果たして彼の話は全て本当なのでしょうか、それともただの作り話なのでしょうか。タイムトラベラーの話は本当だと信じる人々は多くいます。その代表的な例がジョン・タイターのお話。彼は何者で何を語ったのでしょうか。見ていきましょう。タイムトラベラー、ジョン・タイター。超常現象専門のラジオ番組コースト・トゥ・コーストに1998年7月2通の奇妙なファックスが届きました。差出人はジョン・タイター。ファックスにはタイムトラベルが2034年に実用化するという予言と2000年問題後に起こるだろう災害について記されていました。なぜ彼は未来に起こることを知っているのでしょうか。ホストが読み上げた2通目でジョン・タイターは自身について2036年から来たタイムトラベラーであると紹介しています。1998年4月にやってきて、この3ヶ月間で出会った人々に愛着を持っているが、またすぐに未来に戻るとも綴っています。2000年になると同じような経歴を持つ人物がタイムトラベル研究所のフォーラムに現れました。その人物はタイムトラベルアンダーバーゼロというユーザー名を用いてファックスと似た内容を投稿しました。2001年1月にはジョン・タイターの名前でラジオの BBS フォーラムに投稿するようになったのです。彼は自分はタイムトラベラーであるから何でも質問を受け付けると書き込みました。そして2004年から始まる未来の出来事について語り始めました。世界に疫病が蔓延し、オリンピックは中止される。アメリカは派閥に分裂し、ロシアは EU や中国、アメリカの主要都市を破壊するだろう。今日の世界情勢と照らし合わせてもどこか当たっているような気もしますね。でも実際に起こったことと少し違う点があるのは、彼が未来に関する出来事を書き込んだ時点でこの世界の未来は変わってしまうから。ですから実際に起こることと彼が見てきたものとの間にはズレが生じてしまうようです。このジョン・タイターという人物は何者なのでしょうか。彼によると、私たちとは1から 2% 異なる別の世界線に生きているようです。タイターの使命は2年後に迫る2038年問題に対応すること。2038年問題とは、パソコンが一斉に誤作動する恐れのある問題。これに対応するためにはデバッグ用の IBM5100 を入手する必要がありました。彼はタイムマシンの写真と説明書、軍事ロゴまでアップロードしています。しかし未来の話が一貫していないことを指摘されたことを機に、タイターは2001年4月に投稿をやめています。タイターについて個人的に調査していた人物は、2009年にフロリダの弁護士の男性とその兄弟である計算機学者の男性が捜索した可能性が高いと発表しました。加えて話の捜索に関わったという人物によれば、何らかの目的のために行われた社会実験的な試みであった可能性が示されています。ところがその後、21世紀の服装をしているヒップスターという男性が
少し前の時代にカメラを持って立っている写真が流通したのです。彼は本物のジョン・タイターだったのでしょうか。タイターの予言はその多くが外れていました。それでも彼を本物のタイムトラベラーだと信じる人々は今でも残っています。それはどこかに彼の話は本当だと信じさせる要素があるからでしょう。いかがでしたか？今回は様々なタイムトラベラーたちについてご紹介しました。世の中には実際に体験しなければわからないことがあります。タイムトラベラーたちの語ることは真実なのか、それは実際に体験してみることで初めてわかることなのかもしれませんね。